今回なんですけどもこちら限定クラフトスパイスソーダ旬の彩りこちらが新しく出ていたのでどんな感じかなということで購入してみましたここに書いているようにこの時期の食事を引き立てる香り華やかなスパイススピリッツということで結構いろんな種類のスパイスが入ったお酒になっているようですこちらにも書いているようにこの限定食事を引き立てるお酒ということで どのよううなな感じになっているんでしょうかここにですね特徴を書いていますけれども旬の彩りオールスパイススターアンニスを加えることで実現したスパイスの華やかな香りと炭酸の刺激が食事をグッと引き立てる旬の美味しさ新食中酒ということですね無糖タイプのお酒で札幌から出ていてスピリッツ発泡性というふうに書いてます原材料ですけれどもこのようになっています ウォッカ国内製造ということでウォッカベースのお酒になっていますスパイスミックス親戚酒、えー、炭酸香料酸味料ということですでアルコール分が6%それではこれから開けてみようと思います <laughs> 注いでででみるとこのようなな感じで透明なお酒ですねウォッカベースですのでこのような感じの色合いもですねこう透明なのですっきりとした飲み飲んだ時の感じなのかなと思いますで香りですけれどもうん、えー、それほど思っているも強い香りではないですけれども生姜のような香りとかですね少しジンの 風味あるかなっていう、なんか似たような、そんな感じの印象があります。少し飲んでみます。うん。うん。甘さがなくて、こう、一番最後にウォッカのお酒の感じが味わえるのと、飲んでる最中はですね、数種類のスパイスあるなというような感じがします。生姜とか あと、スターアニスと書いてたので、何ですか、ね、八角なんでしょうか、ちょっとわかんないですけども、この辺ですね、あの、いくつか種類書いてますので、このスパイスの独特な風味があります。えー、ですので、こう、やっぱり食中酒をこう目指したっていう感じですので、あの甘くなくて、風味を楽しめて、で、お酒、アルコールが入ってるという感じで、これですね、なかなかいいんじゃないでしょうか。 で余韻もですね後からこのスパイスの独特の風味が口の中に残りますので何、えー、て言うんですかねちょっと濃い味のものを食べたりして少しですねこうすっきりさせたいなという時にもすごくいいと思います炭酸も入ってるのでこう炭酸のすっきり感とか、えー、も味わえるので,でさらに風味がこうスパイスの風味があってさっとあの味とかも一回 切り替えるとにもいいと思い思ますので食事ですね、えー、食べてるものの味を違うもの食べるときに切り替えな切り替えたいなというときにちょっと少し飲むという感じにもよく使えると思いますのでこのクラフトスパイスソーダ気になりましたら1回ですね飲んでみてください美味しかったです